おはよう。かわいいですね。子馬ですね。僕は福ですって書いてありますね。福さんですね。よろしくね。ちょっとそして違うの試してみて。皆さんこんな感じですよ。イエーイ。はい、こんな感じでやってます。ハロー、everyone。 見てください、この服装。乗馬です。これから乗馬になります。さあ始めていきましょう。レッツビギン。こんな感じの馬ですね。なんか、じゃあこちらは馬の前に、はい、準備してます。すごい背が高い。じゃあこちらに着てください。はい、一番大きいのが向こうで、リンです。リンさん、カレン、カレン、エール、エミです。エール、エミで、はい、どうしようかな。なので、それであのスタートの時はこれを緩めて、緩めてさあ、じゃあ行きますか。はい、カレンさん最後に行きます。かっこいいね。身長が3メーター近く。ちょっと最初怖いから。最初じゃあポンと蹴って、はい、はい、はい、行くよ。であんまり近づかないように。はい、なんか馬が合う合わないがあって、前の馬はねちょっと自分が偉いと思ってるんで。下の子が近づくと蹴りを入れる。なるほど。寄るな。寄るなって。この子は無頓着で寄ってって。まだね、若いからね。もうね、やっぱね、動物って。いや、これ若いから元気っぽいですね、なんかね。やっぱりね。今ちょっとフォローしてる。はい。はい。いっぱい食べるんで。はい。こうやってボロって呼んでるんですけど、はい、いっぱいするんです。はい。大体みんな30分に1回はするんです。この歩いてる間みんな何回かしますね。はい。こうやってバイクでボロ取り。はい。ああ、なるほどなるほど。もうこの道路大変なこと。なるほど、そういうことなんですね。できるだけリラックス。はい。でも背筋はちょっと伸ばしてる。はい。そうすると。馬も分かるんで、緊張してる人の背中、馬も緊張してる。あ、なるほどなるほど。これ、あ、リラックスしてるなと思うと、馬もいつもリラックスできるんですね。蹄鉄もね、はい、45日に1回ぐらい交換します。いやそんな伸びちゃうんですね、爪が。爪伸びちゃうのもあるし、はい、蹄鉄がね、ずっとこのコース全部舗装道路なんです。あ、なるほどなるほど。はい、前の大きな馬がそうなんですかね、8キロまで耐えられる。大丈夫ですね。はい、あと今ちょっと腰悪くて休んでる馬は、ああ、彼ね、前の馬はサラブレッドの血が入ってるんで、はい、すごいスマートなんです。そうですね。もう手足シュッと。いや、沢なんかもあってね、いいとこですね。山の中腹を歩いてるんですけど、はい、もうちょっと木が茂りすぎて、景色すごいいいんですよ。はい、見えると、はい、向こう側もずっと山なんです。筑波山、裏筑波ですよね。あ、そうです、筑波山の北側で、ね、そうですよね。筑波山の、ね、南側は学園都市で、あ、そうですね、すごい綺麗に整備されて、おしゃれなお店もいる。こっちが北側来ると昔のまま。ね、そうですね。全然変わんないです。まあでも逆に自然がいっぱいでなんかいいですけどね。自然がいっぱいです。うん、最近でもこっちいっぱいたくさんのいろんな方が来てるみたいですよね。今その移住なんだろう。まあそんなに東京
から遠くなくてこう田舎暮らしができるので、そうですね、大変人気の移住スポット、ね、移住スポットでね、結構ものづくりの人が多いですね、芸術家がね、僕も実はものづくり、あ、そうなんですか、木工と絵をやってます、あ、木工と絵ですか、はい、私は陶芸とかをやってて、あ、はい、あ、はい、あのこの辺にだいぶ陶芸家もいっぱいいるって聞いては、陶芸家一番多いですねそうですよね、もうここは全く堅苦しくない、ああはい、なんかね、そう、いろいろありますからね、適性がね、私は初めて乗あの 馬に乗った時は外国だったんですよ、あ、外国でトレッキングだ、トレッキングだ、はい、ね、はい、やっぱあの牧場だったんだけど、まあ、土のとこだったからなんか楽しかったですけど ね、 もうね、こう人つかないで、はい、先頭だけ、そう、先頭だけ行って後についてきてみたいな感じでした、実は勝手についてきてちょっとここで休憩します、はい、みんなあっちでやってみて、この辺です。ここ食べる、はいはい、緩めていいですか、はいはいはい、ちょっと好きにして、はい、ここで水分補給と、はい、緩めちゃっていいですか、もっと緩めて、はい、この辺緩んで大丈夫です、はい、こんなこっち行くのもう草ですね、こっちの靴はあると思うけど、これ笹食べるんですか、笹食べます、あ、やっぱ馬の気持ちじゃないけどね、それがよく分かってないとパッと動けないでしょうから、う、ね、まあ、いつも同じ馬乗ってても、うん、同じ馬でもその日の気分で馬が言うこと聞いたりとか、なるほど、そういうのもあるんですね、もあるし、走りたくてしょうがないの、若いからまあ、ね、ちょっとだけどあんな感じになるんであれもか、ね、慣れてくともううまくこのリズムに合わせられる、合わせられるね、最初はとんでもないです、体がどっか行っちゃうんで結構やっぱ早いかね、ちょっと慣れてないからですよか、早い感じですよね、でもうまく乗ってましたね、あ、いやいやいや、あのあれで怒っちゃう人結構急にね、走んないように止めると、まあ横向いちゃうとやっぱ遠心力でこんな走りたいの、後で走らせてね、馬も若いと走りたいですそうですよね、やっぱ元気ですからね、こんな感じで西部劇はで毎日乗ってやってたんですよね、一日中乗ってます、そうなんですよね、カーボイはね、ほら、ほんとあったかいですね、あ、人間よりね、体温高いんです、高いですね、だから冬とかね、こう暗くてないで、うん、裸で乗るとね、うん、あのホットヒート、ホットヒートみたいな、ほんとに38度ぐらいかな、38度ぐらい、こうやって今動いてるからね、もっと体温上がってます、うん、耳が元気だといいということですか、ここ前向いて、で、こう立ってれば、あ、なるほど、このなんかこう威嚇するときにここ寝ます、あ、嫌な馬が来たり、おう、うん、なんか嫌なことがある嫌なことがあると寝るんですねその後から来たりする、結構じゃあ耳がアンテナって感じですかね、そうですね、いやもうここ上がると牧場になります、はい、ちょっと見てみましょうか、はい、はい、まあ、乗るのは反対 で、うん、でちょっと違うのは一回お腹で蔵に乗ります、いきなり今、ね、彼女自身に乗ります、はいはい、で、あと滑り降ります、はい、はい、カレンさんありがとうございました、ポンポンってちょっと汗かいてるけど、またね足に25、25、50で、はいはいはい、お尻に50なんだって、はい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 、だそうすると確かにお尻痛くないんだよ、うんうん、足踏ん張ってるみたいですよ、なるほどね、体重もつけて、ただ座ってると痛いけど、確かに硬いもんね、そう、パラグライダーで2人乗りで山からインストラクターそうだね、はい、タンデムってやつはもうタンデム、タンデム、日本チャンピオンの先生と一緒に飛ぶんで何があっても大丈夫もう、まあ怖い時は飛びませんね、はい、いい時だけは、あ、パラグライダーやったことあります、久々の皆さんとの出会いでした、今日は乗馬体験ということで70分間のコースを散策することができました、山あり谷ありでリラックスもできたでしょう、またお会いすることを楽しみにしています、はい、それではいただきます。
美味しそうですね。頭の回転早すぎて早いよね。本当だよ。本当一瞬ですから。本当だよ。木内酒造さん、中市の木内酒造さん、こんな感じですね。こんなのが11月の11日にオープンということだそうです。と、まあ、小麦を使ったりとか、あのこの米粉ですね、うちは日本酒の蔵なので米をふんだんに使えるので、米を使ったグレーンウイスキーとかですね。で、破砕、この機械で破砕するとこの麦がこういうふうに麦されて粉々になるんです。これをお湯とあの混ぜて糖化って言って液体を作っています。中市の木内酒造さんですね。口が回らない今日は、ね、言いづらい。はい、あの破砕室から来た、ものをこちらでお湯と透過して、でこちらに発酵させて寝かせるっていう、うん、すごいな。工房と一緒にまた真新しいですね。で、酵母っていうのも弊社は自社で作ってるので、特殊な酵母を使って。あ、透過。あ、なるほどね。ここで透過をするそうです。はい。麦汁っていうのも作りますね。はい。いや、こんな感じになるんですね。そうですね。こちらのさっきあった麦からお湯と混ぜて、で、その混ぜた液体がこちらになる。はい。エキスを取り出す。これを蒸留して、透明のエキスにする。アルコール分を回収するということですね。はい、日の丸というブランドで、販売されるそうですね。はい、ワインを熟成させて作った樽です。で、それをワインを抜いて、あのそこにいただいて、そこにさっきの透明な液体を入れて。あ、なるほど。熟成させる、はい、させるということで、はい。いやー、カミングっていうんですけども、あの火をで焼いたところにあの液体を入れる、液体を入れる、アルコールなので、あの色があの濃くなってくる。あ、なるほど。これは今あのあれです、あのやっぱあの乾いてきちゃうとこういうふうにスカスカになってしまうので、うん、液体を入れとくっていうのが、うん、やっぱりあの木なので水分が入ってないといけない。ここでこう座ってですね、テーブルに座って、ランチタイムなり飲んだり、そして目の前には筑波山、最高ですね。いい場所です。ぜひ皆さんよかったら来てください。本日のビデオ、乗馬体験とランチ、そして八里の蒸留所の見学をしてきました。どのコースも観光名所になりますね。素晴らしい場所ですね。本日のビデオいかがだったでしょうか。いいねと思われた方はいいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは See you again!